フタのこのような模様になる折り方を説明します。フタの基本で折った上の部分を使います。まずこの上の部分だけをの真ん中に合わせこのように折ります。少し折りにくいので気をつけてください。この辺を潰さないようにまっすぐにここまでギュッと折ります。一度広げ向きを変え、同じように上だけを真ん中に合わせて折っていきます。ポイントとしてはこの辺を合わすようにまっすぐにここまでギュッと折ります。広げ同じように向きを変え繰り返し折っていきます。合わせていきます。まず手前を通り右側を倒します。上もこのように倒し、最後に左側を倒すのですが、この中の部分を中へギュッと押し込んで倒すと、このような四角い風車のような形になります。そして次はここを折っていくんですけども、ここを広げ気味にしてこの角を合わせこのように倒します。この時ここがずれないように気をつけて倒してください。ここですね。向きを変え広げて、この端を斜めに折り、このまますーっと倒していきます。この時ここがずれないように押さえながらこう倒していきます。一度広げ、こちらも広げて斜めを端を斜めに折り、広げながらスーッとと倒していきます。広げ、最後も広げながら斜めに引き、このままここをこう押さえながらスーッと倒していきます。折りたたんでいきます。手前にあるこのパーツを先ほどつけた折り筋に合わせこのように倒します。右側のパーツを倒します。方向を右側にぐるっと変え、右側に来たパーツをまた同じように倒します。一度ぐるっと変え、また右側に来たパーツを倒します。そして最後のこの部分を最初のこのパーツの中へ入れます。そして形を整えます。これで完成です。最後までご覧いただきありがとうございました。